こんばんは、まちどりチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、静岡県富士市、Fuji-eki に来てます。今日の日付は、2022年の、9月23日金曜日、今午後8時半とかですね。すごい雨が降ってるですね。多分これで、今回ね、5つのね、駅をね、この周辺歩こうと思ってたんですけど、ちょっと4つで、ちょっと断念しようかなと思ってます。ではですね、富士駅、久しぶりなんですよね。1年半ぶりぐらいです。そして、ちょっと傘を、さすがと思ってるんで。なんかね、コメントでもいただいてたんですけど、これが令和6年度、工事着手、まだまだですね、なんか再開発するみたいです。ではですね、富士駅のですね、北側になるんですかね、北口駅の再開発も今後されていくらしいんですけども。まあ、そこのですね、今現在という感じで、歩いていけたらと思います。ちょっとね、雨がきついんで、アーケードのね、ある商店街のみを歩こうかなと思ってますので、その辺ちょっとね、ご理解いただけたらなと思います。まあ、こんな感じでね、見えますかね。結構な雨で、歩くのもね結構大変なぐらい。そして台風が近づいてるからか風もねそこそこあってね、こんな感じ。前回歩いた時は多分日中だったと思うんですけど、朝だったか昼だったかその辺はね忘れたんですけど、多分ね、日中だったんでこういう雰囲気はなかったと思うんですけど、ね、焼き鳥センターがあったり、あとワン、ここはね、ここも山田名物ホルモン焼き山田。1年半前ぐらいにね、富士駅のこの商店街歩いたんですけども、当時はね、本当人が全然いなかったんですけど、今日はうちにも人がいて、なんかちょっとほっとするんですけども。クラブとか結構多いんですね。韓国クラブ。このちょっと雨音をね、聞いていただけたら分かると思うんですけど、雨がすごいですよ。でこの辺も
ホストクラブがあるんですね。前回はですね、この左側のね、町とかを歩いたように思うんですけど、今日はちょっと屋根のあるとこだけを。この辺はやっぱスナックとか多いんですね。どこだ、うん、韓国焼き肉。駅に近い方は飲食店が多いんですね。ちょっとここで屋根が飛び出るので一回。あと立って行きます。有形文化財。
3000万注文マッサージ。200円、まあまあいい値段ですかね。今 10個で200円ぐらいですかね。どうなんでしょうね。 卵ですね。まあでも地卵とかにしたら安いんですかね。ここも一瞬屋根が途切れてるので、前回はねこの同じ道を逆方向に駅に向かってね歩いたんですけども、今日はこの反対側の道をね、駅に戻る感じで歩いていこうと思ってるんですけども、もうこの辺はお店ほとんどやってないですね。銀座商店街、そして次の信号のところで折り返す感じで行きましょうかね。もう一箇所ね、富士市、富士宮市で歩きたかったんですけども、ちょっと今回は4箇所で、断念って感じですね。なのでね、ちょっと毎週5回更新で今やってるんで、何か一箇所ね、ちょっとシリーズというか流れとはね変わるんですけども、一箇所どこか歩くか、まあちょっとその週だけ4回更新するか、ちょっと考えたいと思います。もう銀座商店街ですね。
花や植木鉢プランターなどを持っていかないでください。持っていかれるんですね。富士銀座。しか見えないですか。ケンタウルスが描かれてます。この商店が大きいですよね。往復すると1キロとかあるんですかね。今週は3連休なんで、明日はね、髪の毛を切りに行かないとダメなんですよね。もう限界で、かれこれ2、3ヶ月ね、
切ってないんで、僕ね、そろそろ本当髪の毛を切りたいんですけども、なんでまあちょっとね、どこ撮影するかまだ全然決めてないんですけども、行きたいところはいっぱいあるんですけども、まあ限られた時間の中でね、まあ、撮影してるんで、まあ、その辺をこう考えて、またコラーゲン持つので、で、音楽の想像というか、ちょっとこっちに歩いてきて、この辺で今日はですね、この辺りを撮影を終えたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。富士市、富士宮市ね、4カ所、回りましたので、合わせてね、ご視聴いただけると嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらですね、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。では、ありがとうございました。